ティモシー・ジョゼフ・フェデロビッチは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、エリー出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。2008年の MLB ドラフト7巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、7月7日に入団。契約後、参加の A-9、ローウェル・スピナーズで、プロデビュー。36試合に出場して打率。 244,1本塁打、15打点、10盗塁を記録した。2009年はまず、A 級グリーンビルドライブでプレーし、55試合に出場して、打率、345,10本打三34打点、1盗塁の成績を残した。6月に、A 級セーラムレッドソックスへ昇格、51試合に出場して打率、257,4本塁打。 24打点、1盗塁を記録した。2010年は A 級セーラムでプレーし、109試合に出場して打率、2 5 3四本塁が、61打点、1盗塁を記録した。2011年は A 級ポートランドシードックスでプレーし、90試合に出場して打率、277、8本塁五52打点、1盗塁を記録した。 2011年7月31日にレッドソックス、シアトルマリナーズ、ロサンゼルスドジャース間の三角トレードでドジャースへ移籍。参加のトリプル A 級アルバカーキアイソトープスでプレーし、25試合に出場して打率。325、6本塁打、17打点を記録した。9月6日にメジャー初昇格を果たし、11日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、 メジャーデビュー。8回裏から保守の守備につき、1打数無安打1三振だった。この年メジャーでは7試合に出場し、打率154.13打数に安打1打点だった。2012年はトリプル A 級アルバカーキで開幕を迎え、115試合に出場。打率294、11本塁打、76打点の成績で、 9月1日にメジャー昇格4試合に出場したオフにドミニカンムインターリーグに参加しティグレス・デルリセイに所属した2013年は開幕ロースター入りしたが4月6日にラモン・ヘルナンデスが加入したためトリプル A 級アルバカーキへ降格4月17日にクリス・カプアーノが故障者リスト入りしたため再昇格したが4月24日にテッドリリーが 故障者リストから復帰したため再び降格。5月8日に最小格し、5月19日にトリプル A 級アルバカーキへ降格。5月30日に最小を格した。この年は、自己最多の56試合に出場して打率。231、4本類打、16打点を記録した。2014年、前年から30試合近く、出場機会が減少し、打率。 出塁率、超打率のいずれもが、200未満に終わり、極度の打撃不振に陥った。守備面では、22試合にマスクをかぶって、盗塁阻止率43%、守備防御点1という成績を記録した。2014年12月18日に矢妻にグランダル、ジョーイーランド、ザック、エフリンとのトレードで、マット・ケンプと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。 2015年シーズンはメジャーでの出場はなく、8月1日に DF となった。オフの11月6日に FA となった。2016年1月14日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。開幕は参加の AAA 級アイオワカブスで迎えたが、4月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月17日に DF となり、 6月27日に40人枠から外れる形でトリプル a 級アイオワに降格した。9月6日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは17試合に出場した。オフの11月7日に FA となった。2016年12月12日にジャイアンツとマイナー契約を結び、2017年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は参加の AAA 級サクラメントリバーキャッツで開幕を迎えたが4月11日にバスターポージーの7日間の故障者リスト入りに伴いメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月18日にポージーの復帰に伴ってリーフとなり21日に40人枠から外れる。 形でトリプル A 級サクラメントに降格した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は13試合に出場して打率231日本類が3打点を記録した。オフの11月3日に FA となった。2017年12月11日にヒューストンアストローズとマイナー契約を結び、 2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年は開幕を参加の AA、A、級フレズのグリズリーズで迎えた。5月29日にブライアン・マッキャンの10日間の故障者リスト入りに伴いメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月8日にマッキャンの復帰に伴ってディーフとなり、 10日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級フレズノに降格した。7月3日にマッキャンが、再び故障者リスト入りしたため、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。7月26日に、マーティン・マルドナードの加入に伴って、リーフとなり、30日に FA となった。2018年8月2日にシンシナ・ティレッツと、マイナー契約を結び、翌3日に、 トリプル A 級ルイビルバッツへ配属された。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月3日に40人枠外となってトリプル A 級ルイビルへ配属され、同日中に FA となった。2019年2月14日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結んだ。開幕は3カのトリプル A 級。 コロンバスクリッパーズで迎えた。2019年6月7日に後日発表選手、または金銭とのトレードでテキサスレンジャーズへ移籍し、即日でアクティブロースター入りした。8月1日にディーフとなり、3日にマイナー契約で参加のトリプル a 級ナッシュビルサウンズへ配属された。9月20日に再びアクティブロースター入りした。オフの12月19日に、 マイナー契約で再契約し、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年11月2日に FA となった。2020年12月16日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、 参加の AAA 級オクラホマシティドジャースで迎えた。2021年5月23日、東京オリンピックの野球アメリカ大陸予選のアメリカ合衆国代表メンバーに選出された。ありがとうございます。